こんにちは、エミです。普段はミニチュアやドール服なんかを作ったりしているんですが、今回は100円ショップのキャンドゥさんでとっても可愛いピアスを見つけたので、こちらをちょっと自分用にアレンジして、作っていきたいと思います。アレンジなんか必要ないくらい可愛いんですけど、私ピアスがつけられないんですね。あ、こちらがバーコードの番号になります。若い頃にピアサーって言って、ホッチキスみたいに耳にこうバチンと開ける、自分でピアスホールを開ける機械で、自分でピアスを開けたんですけど消毒が甘かったのか何なのか、そのせいで金属アレルギーになってしまいまして、今はちょっと金属に関しては少し処置をしないと身につけることが難しい状態になっちゃって、ピアスホールも今はもう潰しているような状態になってます。あ、こちらピアスですね。とっても可愛くって、このままでもいい感じなんですが、私の場合このピアスの金具だと身につけることができないの で、ここの部分をいろいろと変えていったりとしていきたいと思います。こちらですね、イヤリングバージョンもキャンドゥさん売っていたんですけれども、ちょっとがっつりあのパーツとくっついていたので、こちらのピアスバージョンの方をアレンジしていきたいと思います。これが今回使っていくパーツになるんですが、樹脂のパーツですね。こちらを、指にこう、これが指が耳タブだと思っていただいて、こんな感じではめ込んでいくんですけれども、意外と痛くなくって、ピアスホールなんか開いてないの、お子さんとかでも気軽に使っていただけて、見た目がとってもシンプルなので悪目立ちしなくって、すごくおすすめのパーツになります。100均のセリアさんでもこちら売られているのを見たことがあるので、多分手に入るかと思います。これをこういう形で、このピアスのパーツを、付け替えていきたいと思います。金具を付け替えるために、この棒の部分を取り除いていきたいと思います。こうやってぐりぐりと取り除こうとするんですが、かなり苦戦しています。取れません。しぶといです。これ無理です。棒のところだけ引っこ抜くのが無理だったんで、もう潔く切っちゃいます。ペンチで力ずくでグリグリこれ多分道具が悪くて全然切れなかったんですけどなんとか切って、棒の部分がこんな感じで取れました。ちょっとまだ出っ張ってて危ないような感じがするんで、ここのところはちょっとカバーしていきたいと思います。これは普通の UV レジンですね。 UV レジンでこの棒のところがこううまい具合になだらかに隠れるような感じで、少しレジンを広げてあげて、あ、めっちゃボケてる、ごめんなさい広げてあげて硬化していきます。レジンを硬化してこれくらい、まだちょっとチクッとゾーンが残ってる状態です。こちらが樹脂パーツ、樹脂パーツのところに接着剤をつけて、こんな感じで花びらの後ろにくっつけていきます。結局もともとあった場所にかぶせる感じで樹脂パーツを接着剤でくっつけました。表から見た時にパーツが見えないように接着できると綺麗に仕上がるかと思います。もう片方のお花に関しては同じ場所につけるとお花の向きが全く左右一緒になってしまいますので、少し変化を持たせるためにお隣の花びらの裏にパーツをつけていきたいと思います。この部分ですね、
左右両方ともの樹脂パーツしっかり接着ができました。こんな感じになります。最初金具がついてた向きだとこんな感じで左右両方とも同じ形になるんですけれども、今回パーツをつける花びらを変えたことで少し変化が出てきます。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、こんな感じ。これちょっと左右逆にした方が分かりやすいかも。こんな感じで耳についた時に不自然に揃っていないので、とっても自然な仕上がりになるかと思います。後ろの樹脂パーツですが、こちらパーツの部分まで覆うようにレジンをかぶせるように乗せて硬化しました。こうすることでしっかりくっついてくれます。もともとパーツがついていたこの部分をレジンでかぶせたところなんですが、ちょっと悪目立ちをするので、こちらアクリル絵の具で似たような色で塗っておきました。ちょっと塗り方汚くってボコボコして見えるんですけど、基本的には裏側になるのでほとんど見えないので、まあいいかなと思っています。まあ自分用ですのでね、こんなものです。100均のアクセサリーのちょっと残念なところっていうのが、このパーツの少し安っぽさを感じるところです。素材感的に花びらの方はいい感じなんですけれども、真ん中のゴールドのパーツがちょっと安っぽさを感じるので、こういったネイル用のものを使ってちょっとアレンジを加えていきたいと思います。こちらは以前結構前に100均で購入した、なんだろう、ガラスを砕いてゴールドにしたみたいなパーツなんですけれども、多分今はあのネイルコーナーなんかに置いてあると思います。中身はこんな感じです。結構光を反射してキラキラとするようなパーツになってまして、こちらを先ほどのゴールドのパーツの内側にレジンをつけつつ入れて硬化をしていきたいと思います。家にシルバーのものもあったので、ちょっとこれを少し混ぜてゴールドとシルバーを混ぜた状態でレジンに入れてつけていきたいと思います。中にこんな感じで少しずつ入れていきます。左側が今回入れた方で、右側が何もしてない元のままのタイプです。どっちがいいかは正直ちょっとアレンジが打足だった気もするんですけれども、どうなんでしょうね、難しいです。こういうところはやっぱりセンスが出るところなので、ちょっと苦手な部分でもあります。ただ、まあ、そのままよりかはやっぱりこうアレンジしたいので、こちら側にも同じように入れていきたいと思います。両方とも中にキラキラを埋めて、真ん中のところにラインストーンを一つ追加してみました。こちらもまあ打足かもしれないんですけれども、やっぱりちょっとキラキラするとテンションが上がるかなっていうところで足してみました。やっぱりこの最初の状態から中に物を入れると、少し真ん中がくすんだ感じに見えるんですよね。最初はもっとゴールドだったんですけど、だからこのアレンジはもうやらなくてもやってもっていう感じですよね。背面の方の色を塗ったところも、まあそれなりにこう目立たなくできてるんじゃないかなと思います。これだけで、まあ、完成でも大丈夫なんですけれども、ちょっとピアスといえば揺れる
パーツをつけたくなるじゃないですか。今回はその付け外しができるような揺れるパーツを追加していきたいと思います。こういう丸カンを、こういう樹脂製のイヤリングは通すことができて、そのまま装着することができるんですね。この丸カンにチェーンをつけて、ちょっとこう揺れるプラスアルファの、あのキラキラしたものを取り付けていこうかなと思います。チェーンをいい感じの長さにカットいたしまして、こちらに、パールを取り付けていきたいと思うんですけれども、家にちょうどパールビーズがありませんでしたので、こちらはあのネイルアート用の穴なしパールビーズですね。穴がないので金具でこうつけるっていうことができないんで、もうチェーンにレジンで直接つけていきたいと思います。パールが動かないように固定して、そのパールの一番上のところにレジンをちょっとつけておきます。で、このチェーンの輪っか1個分がそのレジンにしっかりくっつくくらいのところで、これ腕プルプルするんですがキープします。キープした状態でライトを当てます。これは1分間とか当てる必要はなくて、ある程度硬化したかなと思ったら、もうライトは1回消して大丈夫です。一旦チェーンを外して、片側ずつですね、レジンでこの輪っかのところをしっかりくっつくようにちょっとレジンを出して硬化する。で、チェーンを反対向きに倒して、もう一度同じ作業をするような形で、なるべくチェーンがすぐ取れないように硬化して固めていきます。ある程度くっつくとこんな感じで、わりかししっかりとくっついてくれます。ただパールとチェーンをそれぞれ持ってグッと引っ張ると簡単に取れるので、ただピアスとして日常つけている状態で取れちゃうっていうことはあんまりないんじゃないかなっていうくらいにはちゃんとくっついてくれます。チェーンの反対側に、樹脂イヤリングのパーツに通す丸カンをつけていきたいと思うんですけれども、こちらのチェーンの輪っか、これにちょっと丸カンが太くって入りそうになかったので、一つ小さな丸カンをかませて取り付けていきたいと思います。この丸カンをチェーンに通すみたいな細かい作業本当に苦手で、すごくアクセサリーをよく作られる方が見ると、うわ下手くそだなと思うかもしれないんですけれども、最終的にできればいいみたいな感じでいつも適当にしています。こんな感じでしっかりと、閉じて、で大きい方の丸カンを開けて、先ほどの小さな丸カンをこういう形で通すと、はい、で、丸カンをしっかり閉じていきます。映ってないしぼやけてて本当にごめんなさい。こんな感じですね。でもこれちょっと寂しいですよね。パール1個しかついてないし、ちょっともうちょっと何かつけたいなと思ったので、さっきのパールより少し小さめのパールを真ん中くらいに、同じようにレジンでつけていこうと思います。これは、
つけようがないのでチェーンの上にちょっとレジンを乗せて、その上に小さなパールを乗っけてライトを当てるという形で、できるだけその時にこのチェーンはしっかりと伸ばした状態でライトを当てます。ライトを当てたらそっと持ち上げてみて、パールがくっついているかどうかを確認します。多分この状態は本当にこうかすかなあの接着面だけでなんとかついているような状態だと思うので、そーっと扱いながらこういった横の部分、チェーンとパールが接しているところにまたレジンを少し足して硬化してを繰り返してしっかりとくっつけていきます。こういう感じで通常は普通の穴開きビーズに T ピンとかを入れて輪っかを作ってつなげていくような感じになると思うんですけれども、そういって作った場合よりはシンプルな見た目になるかと思います。ただその分強度は全くないので壊れやすいっていうところはあると思います。で、今これは何をしているかというと、パール2つじゃ物足りないなと思ってしまってさらにラインストーンまでつけようとしてます。こちらがラインストーンまでつけた状態ですね。結局ラインストーンの場合はちょうど正面から見ないと輝きません。裏側はただの金属色シルバーの状態になっちゃうのでほぼほぼ目立たないんですけれども、光の当たり具合、チェーンの揺れ具合によっては時々キラキラと光るかなというくらいの、こんな感じですね。たまにキラキラと見えるかなっていうくらいの感じになってきます。揺れるキラキラパーツはこれで完成で、樹脂のイヤリングの後ろ側にこうやって引っ掛けるとこんな感じで、ちょうどお花の後ろ側からこう下に落ちて揺れるような形になります。これが出来上がり完成です。ビフォーアフターはこのような感じです。少し雰囲気が変わったかと思います。揺れるパーツありとなしだとこのような感じです。なしも可愛いですよね。で、この揺れるパーツなんですが、同じような樹脂のイヤリングタイプのパーツを使っている他のピアスに取り付けることもできます。1個作っておくといろんなアレンジができて楽しくなるのでおすすめです。今回は100均のピアスをアレンジする動画でしたが、普段私はこういったミニチュアを作る動画をよく上げさせていただいています。こちらはミニチュアのバッグで使っているのはネイルシールなんですね。で、こちらはミニチュアのマグカップなんですが、こちらジェルネイルを使っています。で、こういう着物用のバッグなんかも作っているんですが、こちらもジェルネイルを使っています。結構ジェルネイルはミニチュアとも相性が良くてよく使わせていただいてるんですが、こちらの小さな靴もこの表面コーティングとか、お顔の部分とかもジェルネイルで作らせていただいています。こういった形でアクセサリーに使うもの、ネイル用品、ミニチュアグッズっていうのは必要な素材がとってもかぶっているんです。もしミニチュアにも興味があると思われた方いらっしゃいましたら、よろしければ他の動画も見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。Thank you.